世の中でなんかこう課題解決できないかなから最初です。マーケティング、IT コンサル。はい、皆さんこんにちは、竹野内です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、株式会社ドットホームズの富田社長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。富田社長のちょっと紹介を簡単にさせていただきます。もともとは実はサッカーで日本代表に選ばれたことのある方なんですよね。小学校の時ですね。そうです。はい、はい、で中学校では、中学校ではまずガンバ大阪っていう、はい、ガンバ大阪有名です、はい、皆さん。はい、でサッカーをずっとされてたんですよね。はい、プロには行かなかったんですね。そうです。で今何をされてるんですか。今はグランピングだったりとかリゾートホテルのプロデュースの会社をやってます。なるほど。今27歳ですよね。はい、で実はそういった施設を全国で80施設プロデュースされていて、はい、最近だと力を入れてるのがグランピングなんですよね。そうですね。グランピングだともうすでに15施設ぐらいを今手掛けていると。はい、これすごくないですか。27歳ですよね。はい、なかなか儲かってますよね、そうなると。まあそうですね。はい、じゃあね、これね、ガンバ大阪から突然そこに行ったこの経緯ですよね。9年ぐらいの間に一体何が起こったのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、やっぱり今の成功っていうのはマーケティングの施策がすごくうまいんですよね。この考え方というか、富田さんにしかできないところもあるんですけれども、皆さんに見習ってほしいところも結構あるので、このあたりをかなり深掘りしてちょっと話していきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ガンバ大阪を入ってたのを辞めちゃったんですよ。はい、これなんか挫折があったんですか。まあ、周りのメンバーは今でもフル代表でも半分ぐらいはまあ知ったりするようなメンバーだったりするんですけど、はいはいはい、やっぱもう自分との差をまあ感じたりとか、はい、あとはまあやっぱりその自分自身がそれに食らいつこうっていう情熱を失ったんですよ。あ、なるほど。でそこで辞めちゃって、はい、まあ、普通に大学生活されてたんですよね。はい、まず何から始めようと思ったんですか。まずサイバーエージェントの藤田さんとか、はいはい、藤田さんとか、はい、ライブドアの堀江さんとかすごい本好きで、はいはい、読んでたら IT やれって書いてたんで、うんうん、それで IT 学ぼうっていうので。なるほどなるほど。はい、本当になんか初心者って感じで。そうそうそう。とりあえず自分は IT に行こうと。そうそう。はい、でも今の民泊とかいろんな施設とかとあまりまだつながりがないわけじゃないですか。はい、なんかさっきの話だとなんかサイバーエージェントさんにも入ったし、はい、で最初は間違ってソフトバンクさんに入られた。そうですそうです。でソフトバンクは営業の会社ですか。営業の会社です。はい、でちょっとは営業学んだってことですね。そうですね。はい、一番最初だからキャリアとしてはもう営業っていう形で。なるほど、はい、なるほど。そこからサイバーエージェントの方に入られて、はい、でそこからどういう勉強されたんですか。サイバーエージェント、まあ、インターンなんですけど、辞めて、アベジャというですね、アベジャという、はい、画像認識だと機械学習でやってる、はい、まあ、会社の方に入りまして、はい、最先端技術ですね、はい、っていうのをまあ学んで、そこからこう独立をして、で最初、不動産の会社のまあ仕事を個人で受けるようになってから、まあ、はい、実際、法人化したっていうのが。そういうことなんですね。はい、ややこしいんですけど、IT の勉強をしていたのに、はい、突然、不動産の何かを任されるという、はい、いろんなことが起こってて、はい、まず IT の勉強されたわけですよね。それを生かして何かをしようっていう思ったわけじゃないんですか。いや、そう思ったんですよ。でそれこそ機械学習とかやってたの で、 そうですよ、ね、この技術を使って、まあ、世の中で何かこう課題解決できないかなっていうのが最初です。はい、なるほど、はい、でも声かけられたっていうのは不動産の会社をされてる方なんですか。はい、そうですね。不動産のデベロッパーをやってる会社からまあ声がかかってです、はい、何を声かけられる。学生じゃないですか。はい、要は集客できないってことを相談されたんですよ。なるほど。でお前 IT だろと、はい、IT なんだら集客できるんだろうと。要するに自分が持ってる不動産にお客さん呼んでくれと。そうですね。めちゃくちゃですね。はい、まあまあじゃあ役に立とうと思って頑張ったわけです。そうですそうです。でそこからどんな風にされたんですか。そこからですね、いろいろ調査していったらですね、はい、まあ、スーモって当時ホームズ、はいはい、ありますね、有名、はい、これにまあ勝ちようがないなと思ったんですよ、この一社で。はいはいはい、で、まあ、頼まれてる人どうしようかなって考えた時に、うん、日本に住んで外国人数はめちゃくちゃ増えてたので、外国人が日本で家借りるの悩んでるっていうのがもう知ってたんですね。そこに目をつけてたんですね。そうですそうです。なるほどなるほど。なんでもう外国人の方をまあ集客するようなポータルサイト作ろうっていうのを提案して、はいはい、でまあ作ることになった。なるほど。ポータルサイトっていうのは実際にどんなものなんですか。英語、中国語、韓国語で物件情報が見れるサイトみたいな感じですね。あ、LP みたいなサイトみたいなやつを作って、でそれをどうやって広告したんですか。当時 Facebook 広告がまあこう日本で使われるようになってきてですね、はいはいはい、まあ、ターゲティングができるんですよね。そうなんですよね。そこがもうとにかく違かったわけです。そこですよね。はい、だからここでちょっとそういうネットの部分の知識とか SNS の知識がちょっと生かされ始めるわけですよね。はい、外国人を対象に結局するためにはターゲティングを絞って広告した方がいいと、はい、それで Facebook 広告とか Instagram 広告とかああいったものを使おうと、そうなったわけですね。そうですね。じゃあ実際にそれでお客さんが集まったんですか。それがめちゃくちゃ集まってですね、もう当時日本人を集客するのの10分の1ぐらいのコストで、かつ日本人の10倍ぐらい集まったんですよ。その不動産屋さんめちゃくちゃ喜んでる。めちゃくちゃ喜んでる。そうですよね。はい、でそっからじゃあそれを生かしてまた事業を始めるわけですね。はい、実際にじゃあそれを生かして何を始めたんですか。大家さんがいろいろ
いるので、はい、空いてる物件、まあ、集客できない物件ですね、はいはい、でそこを外国人向けに家具を入れたりだとかして、うんはいはい、短期滞在者向けにこう運用するっていうことですね、はいはいはい、まあ、普通に運営してたところを外国人向けにしませんかっていう声をかけ始めたんですね、はい、まあ、これ成功体験一つできたから、はい、これを転用していこうと、コピー&ペーストしてたくさんやっていこうというふうに考えられたんですよね。そうですそうです。これも結構当たったんじゃないですか。じゃあそうですね、これも当たりました、うん、あとはやっぱそれこそ10万円の家賃で借りなかったところが30万で借りてくれたりとかして、うん、おお、そうなんですね。そうです、だから値段も跳ね上がった、値段も跳ね上がった。皆さんどうですか、ちょっとした工夫でね、気づきからどん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 事業って広がるんですよね、はい、だから一つのきっかけはまず外国人呼んでみようよ、うん、実験ですよね、はい、誰もあまりやったことないから、はい、ある意味これギャンブルだと思うんですよね、うん、ただそれが当たったっていうことがあったので、この成功体験を横に展開できるんじゃないかっていうふうに考えられたんですよね、はい、で会社としては大きくなってきますよね、はい、これはなんか途中で売却されたんですよね。そうですね、ある上場企業の方に会社としては売却しまして、はいはい、それが21ぐらいの時ですね。21ぐらいの時に、はい、それ売却してその子会社になったわけですよね、はい、そこの社長はずっと勤められてて、もう株はゼロですよね。その当時はゼロですね。ゼロですね。全部 100% 売って、はいはい、でちょっと飛ぶんですけども、そこから最初に買い戻すんですよ、また、はい、もう一回全部買い戻そうと、はい、買い戻して、はい、実際にやり始めたのがどういうことだったんですか。今度やり始めたのがゲストハウスだったりとか、あとは今でいうグランピングとかにつながるんですけど、まあ、そういうちょっと宿泊業態を変えていった方。なるほどなるほど、はい、この宿泊業態を変えればうまくいくと、はい、ここでね皆さんね、すごいこの発見ですよね、はい、要するに今までは都心の宿泊施設を対象に結構されてたんですよね、はい、でここから地方がいいなって気づいたんですよね、はい、そうですね、リゾート施設とか、はい、これなぜ気づいたかってちょっと話してほしいんですけど、当時ですね、どういうエリアとか、うん、まあ、どういう物件が収益性高いんだろうっていうことを、うん、まあ、これ多分誰でも考えると思うんですよ、はい、やっぱり、はい、でその時に Google フィード情報、はい、まあ、Google でまあ皆さんこうホテル検索されるとしますよ、ね、ホテルが出てきて、はい、でいつどこのホテルが空いてて、はい、でどの金額で今売られててって、はい、出てくるじゃないですか。出てきますよ。あれを全部保存したんですね。全施設手作業ですか。そう、あ、手作業じゃないです、あの全部それを、まあ、クローラーって、まあ、システムを作ってですね、はい、ここであの IT の勉強してたのが役立ったんですよね。そうです、機械学習。そうです、はいはいはい、で全部こうもうその情報を毎日集めるようにして、そうすると、はい、まあ、その差分ですよね、1日1日のデータの差分からどの施設が儲かってるかとか、はい、どの地域が今伸びてるかとか、詳しいことは分からないですけど、はい、とにかく何かしらエンジニアの方と開発をして、はい、Google の中での検索のところをこう拾ってきたりとかして、はい、どこの施設が儲かってるかが分かるシステムを作っちゃったってことですか。そうです、そうです、そうです。どこが一番儲かってたんですか。2位が渋谷だったんですよ。2位は渋谷、まあ、これはでも都心部ですから、はい、そうです、そうです。で3位が銀座だったんですよ。3位が銀座ね、はい、まあ、渋谷にもホテルいっぱいありますからね、はい、で銀座にもホテルありますよね、はい、で1位が富士山だった。富士山なんですよ皆さんこれ不思議な現象。そうです、そうです。地価は100分の1ぐらいなんですかね、土地の値段はそのぐらい高いですよね、はい、で富士山周辺が儲かってるってことですね。そうです、そうです。富士山周辺、あ、まあ、これはもう観光だなってピンときますよね、はい、実際行かれたと。そうですね。で行ったら今度河口湖って駅があるんですけど、はい、駅の改札に入れないぐらいですね、人がいて、やっぱりここは一番売れてる場所なんだなっていうのが分かるってことですね。そうです、そうです。でじゃあそれに合わせてリゾート施設をやっぱり作った方がいいねってことで、はい、富士山近辺でやっぱり探し始めたんですね。おっしゃる通りです。でそうやって拡大していった。そうです、そうです。これ珍しいケースですけどね、はい、なんか IT の技術とアナログなその民泊とか、はいはい、ゲストハウス完全に組み合わさってますもんね、はい、今からの時代はやっぱこうマーケティングは IT、うんうん、実店舗をやる、はい、これすごい最強ですよね。そうですね。いや本当この組み合わせが一番最強だと思います。そうですよね、はい、だから僕聞いた時にそれこそ Google でそうやって拾ってくることができる技術を開発できるんだったら、はい、そっち側でむしろコンサル会社やった方がいいじゃないとこんなデータも集まる、こんなデータも集まる、これ使って商売できないかな、うんうんうん、って考えた方が僕儲かるような気がする、はい、まあ、確かに確かに次の展開はおそらくやっぱりそこのマーケティング、はいはい、IT コンサル、これなかなか新しい分野ですから、ちょっと今パクりますですよね、はい、発見したことをなんかこう事業に発展させてこう横展開ってやってるわけじゃないですか、はい、めちゃくちゃすごいことを発見してるんですけど、はい、あまりその活用をうまく、はい、確かにできてないかもしれないそういう活用ってまだまだあると思うんですけど、いやそうですよね。うちはもうなんか後出しじゃんけんって言ってるんですけど、うん、じゃんけんって後出しした方が絶対勝てるじゃないですか、はいはい、投資ってそういう意味では結構こうデータが取れてたら後出しじゃんけんできるなと思って。そうですよね。 TTP じゃないけど、はい、誰かが成功しているものを見つけ出して、はいはい、それによってじゃあそこと同じ場所に出せば儲かるだろう、はい、まさに僕が言ってる TTP を IT 化した TTP、はい、IT TTP、 それはすごいです。
いやぜひ今後、はい、僕とあの付き合わせていただきながらいや僕の事業の中でも、はい、これを調べてほしいとか僕に役立つってことは、はい、全国の皆さんに役立つはずなんですよ、うんうんうん、そうですよね。ネットで予約されるものだったら基本的に取れると思います、ね、ですよね。だからホットペッパービューティーとか、はい、エステとか全て予約なんで、はいはい、そのあたりで儲かってるとこどこって分かっちゃうわけじゃないですか。組みましょう、はい、お願いします、はい、より僕が TTP する事業が何なのかっていうのを分かるようになるってことですもんね、はい、いや素晴らしいですね。じゃあそうやってグランピングに行き着いたんですよ ね、 そうですね。ちょっと話飛んじゃうんですけど多分、はい、河口湖あたりの観光のやつがすごい流行ってるなってなって、はい、じゃあ今日本でいいところって何かっていうところがやっぱりグランピングに行ったんですか。そうですね、まあ、地方旅行みたいなことを調査していったんですね。何を求めてるのかなと思って地方旅行してるんです、はい、でやっぱやっていくと自然だったんですよ。自然を堪能したいってことが彼らの一番のニーズだったんですよ、うん、っていうのが分かったんですけど、はい、でもよく考えたらその自然を堪能できるような施設そんな地方にあったっけなと思って。あ、なるほど。ってことはそのニーズがあるのに多分供給がまだそこに行き着いてないんじゃないかなと思って、でここになる存在を。そのニーズはなぜ分かったんですか。それこそ SNS のデータだったりとかもそうですし、意外と調べたら出てくる部分もあるんですよ。調査とかもそうですし、政府が出しているようなマクロ的な調査もありますし、意外とそういうのを読み解いていくと3つぐらいのレポートが全然違うレポートが同じことを言ってたりとかっていうのは結構実際そうだったりするんですね。すごくないですかリサーチ力が。いやいやいや、もう石橋叩いて渡るタイプなんで、やっぱり。なるほどなるほど、はい、でそうやって調べてグランピングに気づいたってことですね。そうですそうです。なるほどね。で今度本も出されるということで、そうですね、なんかグランピングの専門の本みたいな、はい、結構僕ニーズないと思って。そうですね、超ニッチなかなりニッチですってとこ攻めますよね、はいはい、この広告の仕方なんですよね、はい、民泊にせよグランピングにせよ、はい、お客様を誘致するときって、はい、主にどういう広告をされてるんですかね。そうですね、本当さまざまだったんですが、グランピングの中でも自然堪能しに来る方もいれば、例えば、まあ、うちの施設でサウナに入れたりするんですけど、サウナ目当てで来る人もいれば、はい、いろいろ違うわけですよね。そうですね、目的がみんな違う、ね、目的がやっぱみんな実は違うんですよ、はい、なんでその目的別だったりとかその人たちの職業別だったりとか、はい、こういうふうに分けていって、はい、でサウナ好きの例えば IT 会社で働いてる人だったらこういう広告がを見ればすごい行きたいと思うんじゃないかとか、なるほど、っていうのをこう一個一個出していって、なるほど、でそれをとにかくその通りに当てていく、テストしていく、テストしていく、ずっとテストしていって、あとはもううまくいった広告を残していって、さらにそこからまた分析していってっていうのをずっと繰り返していく。そういうことですね、はい、だから例えばパン屋さんだったらメロンパンもアンパンも食パンもいっぱい売ってるけど、はい、今食パン専門店が流行ってるから食パンに特化した広告にしてしまおうとか、はい、いろんなパンを扱ってるんだけど SNS を見てる人たちとかって、はい、食パンだったら食パンしか見ないから、はい、これ美味しそうでいきますもんね、はい、なのでフックになる部分をかなりニッチにこう絞って広告に使ってると。そうですね、で主にやっぱり SNS 広告。そうですね、主にもSNS ですね。何を使われてますか。インスタグラムがやっぱグランピングリゾートいわゆる宿泊はそうですね、インスタグラム、まあ想像できますね、それは、はい、インスタ映えしますし、はい、でインスタ広告はターゲティングできるんですよね。そうです、女性に絞ったり、はい、男性に絞ったり、あと年収とかも絞れる、年収も絞れる、あと職業も絞れる、職業も絞れる。じゃあそれでかなりターゲティングしてるとか、はい、それがターゲティングを絞ったことによって大体 CPA、はい、いわゆる CPA ですね、はい、コストパーアクション、はい、例えば一人のお客さんが来店するのいくらかかったかコスト、はい、これがだいぶ安くなる、低いですね。売上に対して大体 6% ぐらいが今うちの広告費なんですが、宿泊者だと楽天トラベルとかジャランさんとかで、はいはいはい、そういうところに払うのは 10% なんですよ。だからもう代理店使えれば安くなってますね。安くなってますね、はい、確かに。大体宿泊1泊いくらぐらいですか。1泊5万円から8万円ぐらいです、はい、じゃあそれの大体3000円ぐらいで入れてるってことですよね、はい、これもともとはじゃあターゲット絞らずにやった時って大体いくらぐらい、はい、その時1万4000円とか1万4000円してましたね。ってことはもう 50% とかですよ CPA。 そうですね、イメージとしてはね、はい、だからグランピングで引っかかってくれる人をバーッと来させるっていうイメージよりかはとにかくその中で興味のあるところを完全に絞って、はい、ターゲットも絞って当てるに行く、はい、そうですそうです。ちなみにいっぱい区切ったと思うんですけど、はい、その中でも一番 CPA が良かった広告はどんなものなんですか。いやそれ結構面白くてですね、うちの社員が勝手にやった、社長に内緒で 50% オフにしますっていうクリエイティブ、あクリエイティブがあって、あ、まあ、本当は社長知ってるんですよね。知ってますけど悪いですよ、でもこれ詐欺かもしれませんそんなクリエイティブ出すっていうやっぱ出てこないじゃないですかそんな。確かに社長に内緒で 50% オフにしましたっていうクリエイティブをターゲットはこれ絞ったんですか。ターゲットは学生に絞ったのかな確か、その当時、まあ、安いのに反応する学生にしたってことですか。そうですそうです。で春休みの前とかで、あシーズンも関係あるんですよ。なるほど、シーズン
ーズンも。そうですそうです。だから SNS 広告のいいところは、広告出しますって言ってからホットペッパーとか何か締めんだと1ヶ月後とかに乗るじゃないですか、はい、で乗り続けて効果ないなと思ったらやめれないじゃないですか、はい、1ヶ月間は、はい、でも実際に SNS はダメだと思ったらやめれますもんね。やめます、はい、だからそれをめっちゃ繰り返すんです。そうですそうです。僕の脱毛のところでもそうなんですけど、はい、うちは男女脱毛セルフで来ていただけるんですよ、はい、で僕が今やってるのが男性のみに絞ったバナーを作って、しかもさらにヒゲ、これが一番やっぱり気にしてるわけですよね。年代も絞って、はい、でそれで来させて、そこから全身に移していくっていうような施策を取ったりとか、うんうんうん、あとは女性の方だったらやっぱり施術してほしいっていう人もいるんですよね。なので、はい、VIO の施術しますっていうものを女性だけにターゲッティングして、はい、まあ、実際に店内で施術もできるんで、はい、それで集めて最初1回だけ施術して、はい、で2回目は実はこれセルフでできるんですよって言って、はい、セルフに持って行ったりするんですよ、うんうんうん、だから結構こう絞って来させて、はい、中で広げる、はい、これも結構ありかなと思ってるんですけど、うんうん、それを結構うまく使われてる感じですよね。いやそうですね、本当は絞るっていうのは結構大事だと思います。やっぱそう、 あえて捨てるというか、捨てる方がいいかもしれないですね、はい、確かに今までだったら全部に見られてしまうから、そうそうそう、ね、もったいなかったんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。でもターゲティングしてこの人たちだけだったら広告費用も意外と少なくて済むと、はい、この方法でねやっぱりマーケティングで伸びていくと思うんで、うんうん、素晴らしいことを教えてもらいました。いやいや、もうこれでどん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 またグランピングの施設ってやっぱり増やしていきたいと思ってるんですよね、はい、今後どこを目指されてるんですか？僕は旅行好きなんでこの授業やってるんですよね。それがやっぱ一番大きいので、はい、やっぱまず日本中に面白い施設を作るっていうのが僕のゴールで、まあ、グランピングはその中のまあ一つであるんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、でプロデュース業をされてるってことは、はい、逆に言うと例えば施設の管理をしてほしいとか、はい、アイデア欲しいとかも来るんですか？いろんなパターン来ますよ本当。あと自治体さんからこの施設どうにかしてほしいとか、はい、集客に困ってるとか、もう運営会社が破産したとか、いろんな雲が来ます来るんだ、はい、じゃあ皆さんもしなんかそういう施設系で悩んでたり、はい、もしくは集客、そうですね、何か一緒にできないかみたいなことはどんどん問い合わせしてくれたらいいって感じですか？そうですね、そうですね、宿であればもう基本的に今までいろんなもう宿やってきたので。なるほど、80施設ぐらい。そうです、はい、宿のねスペシャリストなので、ぜひあの日本全国の皆様、運営したいとか運用したい、もしくはお金を入れてグランピング施設やりたいとか、そういった方はぜひ問い合わせしてもらったら。そうですね、ぜひ、はい、あ、じゃあ概要欄に問い合わせ先は載せておきますので、はい、本のやつもじゃ あ一応載せておきますね、はい、まあ、売れるかどうか分かんないですけど、まあ、あのすごいニッチすぎる。ニッチなんで、ただグランピングに投資したいっていう人は絶対買うと思うんで。そうですね、はい、ぜひぜひ。そんな感じでこれからもじゃあね、どんどん活躍するのを期待しますので、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。